お笑いタレントの今田耕司が24日放送のフジテレビ系僕らの時代毎週日曜前7時に出演。普段からリモート飲み会をしているサバンナの高橋茂雄、千鳥、ノブと共にクレームへの向き合い方を語った。今田はコンプライアンスがすごいね。この前、東野浩二のラジオに出たけど、昔二人でやっていたラジオなんて全部アウトやなって。これだけ不特定多数の人に発信をしていて怒らせたらあかんっていうくらい、恐ろしいのは恐ろしいですよね。厳しいとコメント。怒られるのはいいんですよ。何の不満もないし、腹だったらなんであんなこと言うねんってクレームがあるのももちろんわかるんですけど、そこからその人のパーソナルを全部否定して排除しようとする感じが怖い。まだ反省してないは勘弁していただきたいと口にすると、高橋とノブも深く同意した。大阪から東京に進出してくる芸人の話題では、今田が昔やったら東京どうですかねって言われたらなんて言ったらいいかわからんかったけど、今やったらある程度アドバイスできるもんねとしみじみ。まず東京出たら俺らじゃなくて内村、三吉さんと絡めって、大阪の芸人はまず内村さんと絡んで東京の方に馴染んでもらう。内村さんが笑えばちょっとウェルカムになってもらえると呼びかけていた。